こんにちは。勝手に一夫多妻をやっている渡辺龍太です。今日から YouTube を始めることになりました。 YouTube を始めた理由は、まず稼ぎ口を増やすためでもあり、まずは影響力つけて、なんか儲かりそうなこととかあったらどんどん始めていきたいなと思って、具体的に何がやりたいのかまだ決まってないんですけど、まずは YouTube で楽しみながら撮影して配信していけたらなと思っております。始めた理由は、うん、そんな深掘りする、うん、YouTube やってほしいっていうコメントも出回ってるね。まあ、それは関係ないんだけど、もともとやる予定で TikTok とか始めて、うん、嘘でも言うんですよ。え、いや、嘘は言わんよ俺。もともと始める予定で TikTok とインスタと Twitter を始めていって、で、まあ、ある程度認知されたら YouTube に移行したいなっていうずっと思ってて、妻たちにも手伝ってもらっててね、撮影に協力してもらったりとか、で発信力度がついたら、まず一つ目に声帯を学校で習ってたことあって、腰痛を改善する声帯院とか、犬も飼ってるんで3匹いて、うちにはドッグフードを作ったりとか、ペットのお散歩代行をやったりとか、やりたいこといっぱいあって、でそれぞれ妻たちを社長にして、あの稼ぐ口を増やしてもっと働いてもらおうかなと思ってはい、YouTube 始めました。な、何え、何自分は働かない、働かない、俺は紐でいる頑張って で YouTube の、 あの、なんだろう、社長に千春になってもらって YouTube の社長、会社作ってチームの社長芸能事務所みたいな感じで、うん、まずはね、で、みんなでそのね、会社経営をね、みんなでやりながらっていうのが理想のスタイルですね。うん、でね、これが YouTube を始めた理由です。はい、それでは家族の紹介をします。こちらの女性が久木ちゃん、こちらが第二夫人の彩香ちゃんで、第三夫人の千春ちゃん。名前説明したから、うん、出身地どこですか？出身地は彼と同じ福島で、福島で彼と出会いました。趣味とか何かあれば。いや、趣味ないな。まあ、強いて言えば趣味にさせられたい。まあ、料理をすることが好きです。あとは動物が好きです。では、じゃあ、彩香。出身地は埼玉県で、埼玉で彼と出会ってます。性格はめっちゃマイペースです。好きなことは買い物です。趣味は、趣味は特にないです。趣味はないのか。つまんねえ女だな。千春ちゃんは、はい、出身地は北海道です。で、札幌で彼と出会いました。趣味は、趣味は、アイドルが好きで、ね、ハロプロが大好きです。ハロプロね。はい、以上です。全員僕の妻です。あ、そうだ、実は第四夫人もいて、別居してる第四夫人の千尋ちゃんがあといます。別で今3人同時に付き合ってる彼女がいます。これがまあ家族と彼女の紹介になります。一夫多妻生活成り立ってる秘訣はまあ何だと思うのか、まあ、どう考えてるのかとか、あとまた工夫してることとか、俺らで工夫、うん、成り立ってる秘訣って何だと思う？まあ、俺が紐であることじゃない、うん、一番は働いてないことが一番じゃない。まあ、もう1位あるでしょ、うん、俺が朝出勤して会社行って夕方帰ってきてってなったら、それぞれ時間とか作ることもできないから。あと何だろう、あとはそれぞれの相性とかもあるんじゃない、うん、嫌いな人とは一緒にいれないしね、女性同士であっても。そうだね、うん、そうだね、同居してるから会わないとそれは難しいかもね、うん、愛情は平等にとか、デートの時間は平等にとか、うん、そういうのを決めてるってことですね。週に1回デートの日をローテーションで回してることと、寝室事情なんですけど、どうなってるのとか聞かれるんですけど、寝室事情も毎日ローテーションで順番に第一夫人、第二夫人、第三夫人って順番にローテーションで回してることですね。あと家事の分担かな、それぞれ。
家事を分担して育児とか分担してできてるの、うん、育児はそうね分担する、うん、でも家事はそんな決まりはないけど、ね、うん、多分一人が多分何もやらないでずっと食うたら寝てたりしてたらそれこそうまくいかないのかなって思ったりもしてそれぞれがなんか得意なことを分担してやってるのもうまくいってる秘訣なのかなって思うな。妃は料理作ってで俺は基本的に掃除メインで掃除かけたりあと床磨いたりね1日結構磨くような俺2回は磨くから床を磨いたりとかあと彩香はトワ君とエマちゃんの面倒を見たりとか遊んだりとかしてるのよく見てますね。で千春は結構洗濯やってくれてるイメージがあって、うん、常に洗濯を、うん、回してる人俺は掃除してる人で妃は料理してる人で、うん、彩香はトワ君とエマちゃんと遊んでるイメージで洗濯係みたいな感じの、まあ、ざっくり、まあ、それぞれみんないろんなことやるんだけど、うん、まあ、それがうまくいってる秘訣かなと思います。一番は働かないことですね僕が。あと個人的に工夫してることがあってベッドの上で、あ、言わない方がいいかこれカットしてもらって、ベッドの上で女性を喜ばせることなんですけど、これ結構工夫してる、一番重要なんじゃないかなって。してないだろう。うん、以上になります。僕が他の女性と同時に交際することについてどう考えているのか聞かせてください。どう感じているか。うん、 いや、いいと思います。そうね、特にもう今更っていうのもあるし、まあ、逆に女性を連れてきてもらった方が生活は豊かになるんで、まあ、それが一緒の彼の仕事。俺が浮気すればするほど女性を抱えて、家に連れてくれば収入が、世帯収入が増えるから、でどんどん家も大きくできるから、うん、そうだね、メリットでどんどん連れてきなさいっていうことが、うん、そう割り切らないとね、辛い思いするの自分だけだし、でその女性たちを増やしていけばもっと豪邸に住めるから、そういったのも面白いよね。ゆくゆくは豪邸に住む、そう、ゆくゆくね、どんどん大きくなって、そう、引っ越しましたね、うん、大きくなっていくのもね、面白いな。第五夫人登場。そう、今第五夫人のね候補もいるんで、まあ、妊娠の報告とかあれば、まあ、そのタイミングで出てもらえないかなと思ってます。出会った時からそういう感じだからね、今更何も思うもない、ね、どこから入ってきたものがどうこういうものじゃん。あそういう考えもあるんだと思って今、うん、後から入ってきたからみたいな。それはこっちの立場では分かんなかったから、まあ、あなたは最初だもんね、うん、私たちは普段インスタや TikTok で配信とかしてるんですけど、じゃあ今日はそこに寄せられたコメントとかみんなが気になってることをちょっと聞いていけたらなって思います、うん、じゃあまず夫人同士は仲はいいのかってよく聞かれるんですよ。裏では結構バチバチにやり合ってて、まあ、見せかけの関係なんじゃないかってよく聞かれるんですけど、うん、どうですかね。仲がいいから進めてる。ない。そう、実際今でもそんなことないよね。ないよね。知らん、うん、俺は。まあ確かにあなたの裏で結構やってるかもしれないけど、やってる可能性あるからね。実際、うん、別に彼いなくても普通に話すし、うん、ねえ。俺やってそうだけどな。やってないよ。やってない。やって、なんでそんな暴力女みたいな。絶対やってるだろ。やってないよ。私女の子に優しいもん。やってそうだけどな。やってない。まあ、実際仲はいいんで安心してください。子供たちの教育や育て方についてはどう考えていますか。まあ、でも結構、まあ、子供がかわいそうとか、まあ、ちょっと否定的な意見は結構来るんですけど、まあでも、うん、確かに変わってる環境なんでそう思う人も多いとは思うんですけど、実際そう教えるのは親たちであって、そう教えちゃうと子供がもうなんかそういう仲間外れをするみたいな、そういうのを覚えていってしまうので、私はそう育てたくなくて、他にも結構差別を受けてる人とか、まあ、他とは違う生き方をしている人って結構いると思ってて、まあ、でもそういう人とも分け隔てなく接するような子供に育てたいので、私はもう物心ついた時から、まあ、ありのままを
教えて、でまあ、周りとは違うと思うけど、まあ、その愛情いっぱい込めて育てて、うん、まあ、向こうの家は向こうの質問で、うん、うちはうちでってね、そう、まあ、差別とかはされるかもしれないけど、うん、まあ、そんなの気にしてたらしょうがないし、うん、まあ、そういう子がいたらこっちは優しくしてあげたいし、逆にでみんなが思っていけば、まあ、そういう差別とかもなくなると思うので、うん、まあ、なくならないよな、まあ根本的にはなくならないと思うけど、まあ、そういうかわいそうとかっていう人がいる限り、うん、その親が子供にそういうことを教えちゃうから、そうね、そうそうそう、なくならない、うんうん、なくならないけど、うん、まあ、それはそれでそういった考えもあっていいのかなって思って、 う、ね、うん、うちらもね、まあ、でも他に強要することではないよね、うん、うん、そうそうそう、うん、まあ、よそはよそ、こちらうちなんだけど、うん、普通じゃないとかって言われるけど、まあ普通じゃないよね、まあ、普通じゃないんだけど、うん、子供はもうこの環境で生まれた時点でこれが普通だから、うちらでこれが普通なんですよ、うん、であなた方はあなた方で家庭がそれは普通かもしれないけど、うん、この狂った家族でいるんですけど、これが普通なんですね、私たちは。なんで子供は、うん、まあ、小学校とか学校出て行った時に、うん、うちと周りは違うって、まあ、それ違和感とか感じると思うんですけど、まあ、その時は、まあ、うちはうちで、うん、誰々くんちは誰々くんちで、うん、そういう形があるんだよって、そうね、それ反抗期は覚悟してるけど、うん、まあ、でも他の家庭でもやっぱそういう時期って絶対あると思うし、まあ、まあ、そんな老後のこととか先のことは考えてないですね。大学どうするのとか言われるけど考えてないですね。子供がまず大学行くかどうかも分からないし、うん、その親が強制することでもないんですよね。学費どうするのとかって言われるんですけど、うん、子供が行きたいっていうんであれば、まあ、頑張って妻たちに働いてもらって、うん、それは親の義務の一つでもあるし、稼げばいいと思うし、うん、大学が全てじゃないと思うんですよね。学校出たからってお金持ちになれるかって言ったら、まあ、別だと思うし、うん、むしろお金持ちになりたいんであれば今会社作った方が圧倒的になれると思うんで、うん、学校どうするのとかはそんな先のことは考えてないですね。ね、分からないしね、うん、周りの人は結構煽ってくるけど、老後どうするのとか、これからどうするのとか煽ってくるかもしれないけど、あんまり気にしてないです、今を全力でね。じゃあ締めとして、私たちの今後の目標とかを話していきたいんですけど、今後の目標をお願いします。今後の目標今年は、うん、新しい命の発表ができればなと思ってます。第二夫人が今子供いないんで、ちょっとなかなか縁がなくてできないっていうのもあるんですけど、まあ、病院とか行ったりとかして絡ませたいです。うん、日本で一番子供を作った将軍がいて、で徳川家斉さんっていう人なんですけど、子供53人作った人で、その家斉さんを越して54人の子供を作って歴史に名を残したいです。歴史に名を残したい。それが一番の目標なんでしょ。そうだね、うん、一番の目標ですね。であとは妻たちを、社長にして収入を増やすことですね。でその過程を YouTube で撮影して配信していくので、私たちの成長とか生活のスタイルとか、エンタメとして、一つのエンタメとして、見ていただけたらなと思っております。視聴者の皆様、最後まで動画を見ていただきありがとうございます。興味あって面白いなと思ったら、チャンネル登録や高評価のいいねのボタンお願いいたします。ありがとうございました。Yeah.